はい、こんにちは、ポップです。5月9日土曜日。今回は週末スペシャルということで、ポンドの中長期的な目線からの解説をしていきます。動画の前半部分はクロス円でありますポンド円。そして後半部分はドルストレートのポンドドルについてね、解説を入れていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。それではね、まずはポンド円の60分足、約1週間の時間軸から見ていきましょう。 えー、今回ね、今週の、えー、週始めに関しては、ポンド円は133円を超えたところからのスタートというところでございます。えーえー、月、火、水とね、えー、週の初めは下落トレンド、移動平均線は右下下がりというところでございましたが、まあ、後半部分ね、えー、木曜日、金曜日、少し盛り上がったというところではですね、まあ、米ドルと5ドルとほぼ同じような動きをしているという状況でございます。し、まあ、しかしながら、ねえー、ドドドルルよりも弱いい動きととうことで、まあ、ポンドは、ねえー、米ドルより よりもマシですが、合同よりかは弱いというような状況が続いている形でございます。 ではね、えー、前半部分、まず月火水でございますが、一旦はね、133円ぐらいでね、えーまあ、うろうろしていたというところでございますが、水曜日はね、一気に売りが加速しまして、一時は131円まで下落してしまったというところでございます。ちょうどね、132円というところが明確な今までサポートラインとして機能しておりまして、まあ、4時間足のね、1ヶ月の時間軸を先に見ていただきますと、過去ね、1ヶ月以内の中で、えー、132円でサポートがね、1回、2回、 意外と明確に入っていたラインを割り込んでしまったのがこちらのポイント水曜日でございますまあそうしますとね今までのサポートを割り込んだということでね、えー、少し大きめの変動がありまして、まあ、100ピプス以上ね下げて一時は131円を割り込むという状況が続いたという形でございますそして木曜日からね株式相場の方がまあ少しばかりね回復する中で一旦は132円しっかりとね盛り返してくるものの今までのね132円というのはサポート ラインでありましたのでそのサポートラインが一旦はレジスタンスラインということで押し戻されてしまったんですが。 やっぱりね株式相場、非常にリスクオン相場が続いているという中で、また132円を上回ってくるというところと、あとアメリカの雇用統計でね、まあ、悪かったんですが、結果的にはね予想よりも良かったというところを受けて、ですね132円をなんとか回復して、1週間を終えることができたということでね、ね短期的には少し反発の色が見えているという状況でございます。 下落トレンドの時には移動平均線が右下下がり、そしてその下側でね大体いいレジスタンスが入るというような状況でございましたが、まあ、木曜日ぐらいからですね反発した局面で移動平均線が下げ止まって、ですね少し右肩上がりになりますと、ところどころ移動平均線のサポートが入り始めたというところで,、ね、で、少しばかりこれから戻ることが期待されるというところでございます。しかしかかながががらねね上値は重いいい状況が続くというのが、ね、4時間足を見ていただければ分かる通りで い一旦ね132円という、ね、今までのサポートを割り込んでしまったので、まあ、今週、ね、132円を下回って終わってしまった場合はです、ねえー、もう少し下げがきついかなと思いますが。が 今回ね、132円を明確に上回ったということで、少しばかり反発が期待できるというところでございます。しかしながらね、133円にはこれからね、迫ってきます、ボリンジャーバンド2シグマ。こちらが約ね、2シグマですので、95%の範囲内で、こちらの中に収束するという形の指標でございますが、こちらが133円ぐらいまで迫ってくるというところとですね、結構、過去、レジスタンスラインとして、あともみ合ったラインとして、 133円というのがありますので、い、ま、っ、あ、は133円の壁があるというところと、ですねあと中期的に見てみますと、冷やしでもねこの133円50銭というところは、結構明確なねレジスタンスラインと,機能して、えー、として機能しておりますので、まあ、上がっても133円から133円50銭、まあ、このあたりで一旦は、えー、こちらね、要線から陰線に切り替わるようなレジスタンスが働くんじゃないかなというところでございます。 よってですね、えー、まあロングで攻めていくんであれば、60分足を見ながら、ですね、えー、移動平均線よりか、上側で陰線から要線に切り替わるところがあれば、ロングというところもありますが、基本的にはね、えー、私、今のような相場であれば、まだまだポンド円はね、えー、少し上ね、えー、重いと見ておりますので、まあ、一気にね、吹き上がるところがあれば、例えば133円、もしくは133円50銭ぐらいでね、えー、吹き上がったところで、ショートを入れたいなと思っておりますので、まあ、そのあたりはね、 で取引の時間軸だとかトレードのスタイルによってね変わってくるとは思います、まあ、ロングを組むんであればねもちろん、えー、上げの割にはね下げが急になるという形になります上げはゆっくり下げは急に落ちる階段を上って窓から落ちるというところがありますのでロングを取る場合は損切り注文は必須という形でございますのでしっかりとね移動平均線を明確に割り込んだところではこちら、ね、損切り注文を入れておくということが前提となりますのでロングの方は、ね、そういった といところは気をつけけていいただければと思いますかといってね、ねポンドも急に吹き上がる場面もございますので、まあ、そういったところね、ね133円を超えたところでね吹き上がるかどうかというところでなんですが、大体、吹き上がる前というのは、ですねレンジ相場のところが多いです。こちらね、ね一気に200ピプスぐらいね吹き上がったところがありますが、その前を見ていただきますと、132円から133円50銭のねレンジ相場からの吹き上げというところがありました。今回はね一気に下がったところで戻して 中でここからねもう200ピップ数伸びるかというとその可能性は結構低いかなと思いますので、まあ、そういったところであればですね133円から133円50銭、まあ、こういったところでね一気に吹き上がったところでショートを組むとそれ以外のところは様子見をするというところはね私個人的にはやっていきたいなと思いますが皆さんはねどうするでしょうかというのは考えていただければと思います。一応ね冷やしの方も見ておきましょう はい、冷やしの方ね133円50銭というのは少しねレジスタンスラインであるというのをお話ししましたが私ね個人的にはこの移動平均線が気になっております冷やしベースの移動平均線がちょうど133円50銭ぐらいというところがありますのでまあ、それよりか下でね一旦今は弱気相場というところであれば移動平均線よりか下側でトレンド転換するかなと思っておりますのでまあ、こういった移動平均線の関係性を見る中でもですねやはりサポートレジスタンスラインになりやすいのがこの 移動平均線でございますので、今回、跳ね返されるとしましたら、まあ、133円超えても133円50銭のこの移動平均線付近、ちょっとね見づらいかなと思って、非常に恐縮なんですが、そういったところも意識するのであれば、やはりね、4時間足に戻りますが、133円50銭ぐらいまでに吹き上げたところでショートを組むというところでよろしいかと思いますので、あくまでもね、参考にしていただければと思います。 はい、えー、以上で、えー、ポンド円を終わりまして、えー、後半部分の、ね、ポンドドルについて、えー、解説を入れていきましょう。はい、えー、こちらがポンドドルのチャートでございます。 まあ基本的なね、値動きに関しては、えー、ポンド円と同じような動きでございます。ただね、えー、このメモリ的な数値的なところがね、えー、少し違いますので、えー、そちらもね、えー、話していきたいと思います。えー、まずね、えー、最初の3日間に関しては、ポンド円はね、下落相場でございましたが、こちらも同じくね、ポンドドルの方も、まあ、一旦はね、1.24でサポートを受けてたんですが、水曜日の段階でですね、1.24を下回りますと、こちらはね、木曜日までちょっと下げはね、引き続きまして、 一旦は1.23を割り込むという場面が出てきたというところでございます。まあ、収書からいきますとね、えー、大体200ピプスぐらい下げてしまったというところですね。えー、そして、1.24ですね、えー、このあたり、レジスタンスをなんとか食らっていたんですが、アメリカ雇用統計のタイミングでなんとか反発をしますと、1.24よりか上で終わりましたので、なんとかレンジの方は保てているかなというところでございます。これをですね、4時間足でご覧いただきますと、1か月の時間軸 となりますが大きなレンジでいきますと上値は1.26。 下値は1.23というね、えー、こちら300ピプスの、えー、レンジ相場がここ1ヶ月間継続しているというところでございます。えー、結局ね、この1.23というのは、まあ、振り返ってみればね、えー、こちら4月の下旬にサポートが入ったところでありますので、まあ、ここで反発したのも、まあ、納得できるかなというところでございます。えー、そして1.24というのは、えー、4時間足ベースでね移動平均線がありましたので、まあ、そこでレジスタンス食らうっていたというのがね、えー、過去2回ありますが、ここを明確に上抜けたということで で少しばかりですね。えー まま短期的にには上,上方向に行けるかなとといいうところでございますそうなりますとね、えー、ポンドドルについてはですね、やはり上値は1.26ぐらいまで吹き上がる可能性というのは見ておいた方がよろしいかなというところでございます。もちろんね、1.25にはボリンジャーバンドの上限がありますので、まあ、そういったところでもレジスタンス入りやすいというところでございますが、まあ、最悪のところを仮定しますとね、1.26ぐらいまでのね、えー、上昇というのはね、えー、もしかしたらあるかもしれませんので、ショートを組む場合は1 1.25よりもあえてね1.26ぐらいまで吹き上がったところまで待っていただくというところがよろしいかと思いますそれはね日足の方にある程度、えー、答えが載っておりまして はいこちら1.26というのはちょうどね、日足ベースのボリンジャーバンド、ニーシグモも1.26、そして過去のねレンジ、今見ていただきますと、1.26でね、2回ダブルトップをつけているというところでございます。そしてですね、やっぱりトレンドの指標を測る上での,この移動平均線ですね、非常に見づらいんですが、今、移動平均線に傾きはなくて、ですね横ばいの移動平均線でございます。移動平均線傾ききがあるとはですね えー、基本的には、えー、右下下がりであればその下側でね平均足のチャートが位置するというところでございますが、えー、こちら横ばいの移動平均線の時には基本的にはボリンジャーバンドの上限と下限を行き来するという相場でございますまあそう考えますとね、えー、今回の相場、えー、まあ、1.25にとどまらずですね1.26ぐらいまで要はボリンジャーバンドの上限ぐらいまで、えー、上がることは想定しておいた方が、えー、いいかなと思いますのでまあ、そういったところを含めたところでねまあ、1.25のショートよりも 1. 1.26ぐらいで過去ね2回明確に、えー、こちらレジスタンス入っておりますので、まあ、こちらの1.26ぐらいで要戦から陰戦に切り替わるというタイミングでねショートを取った方がよろしいかなというところでございます。 よってですねこのポンドベイドルに関しましてはロングを組むのであれば60分足をねしっかり見ていただいて移動平均線よりか上側で陰線から要線に切り替えたところでロングを組むそして忘れてはいけないのはそこのよりか下部分でねしっかりと損切りラインを入れておくというのがロングの必須項目という形になりますしショートがね好きな方に関しては1.25よりも1.26ぐらいまでしっかりとね引きつけてからのショートという形で、ね、勝負をしていただければと思います。 ますので短期的にはロングが使えると思いますし中期的にはショートを狙っていくというような戦略でいかがでしょうか皆さんのね考えもこの動画を見ることによってですね整理できればと思いますので参考になればと思います今回の動画がね少しでも参考になったという方はですねいいねボタンやチャンネル登録そしてツイッターのフォローをしていただけば私のねモチベーション上がりますのでよろしくお願いいたしますそれではねポンド関係は以上といたします今週も1週間お仕事とトレードお疲れ様でしたまた来週もよろしくお願いします バイ。